どうやら一はここにはおらぬ様子。我が願い、しかと聞き届けてくれたのだな。感謝いたす。しかし、娘たちはどうしておるのだろうか。うつしおはいまだ戦乱の世と聞くが。しかし、再び平蜘蛛をこの手にできようとは一人とした触り心地、美しき丸み、主にわかるか。ここなら渦潮でかなわぬ望みもかなうでの。なかなか悪うない。しばらく離れるつもりはないわ。ここなら移し、また新しい方がいらっしゃったようです。賑やかになるのは嬉しいのですが、複雑な思いもありますね。ここは渦潮に心残りのある者がとどまる中院の間。彼らの願いを聞けば彼岸へと送り出せるかもしれません。ここは手がかりがつかめたようですね。向かうはあの者が霊石を集めしところ。気をつけるのですよ。自分と同じ顔に驚いたでしょう、義辰。あなたと共に生まれたもう一人の私の子。創生は不吉の兆し。道山様は気にせぬと笑ってくれました。しかし人々の心はわずかなことで陰りくすんでしまうもの。私は幼いあなたを連れ道山様のもとを離れることにしたのです。道山様は人里で暮らせぬ私たちを案じる日が多かったのでしょう。父に振り向いてもらいたいがため、あの子はあなたの父、そして私の道山様の思い追うておるのですね。そのせいにちゃんと。ここは彼岸と死岸の狭間。あなたが渦潮へと戻れるのは小刀に残る不死の力のため。人とあやかしの血を引きし、あなたにだけできること、これも定めなのでしょうか。あの時の若者はあなただったのですね。よくぞ止めた。だがわしに従うて死んだ兵たちの胸、いまだに晴れず、かの地をさまようておる。その無念がさらなる亡霊を呼び寄せておるという。さらなる犠牲が出ぬよう打ち晴らしてくれぬか。
お主は藤吉郎の。ほう、ここで会えるとは。光秀様は無事でござるか。さようか。身共の願いを聞き届けていただき、かたじけない。あとは娘の服は息災にしておるのだろうか。この身滅びるも怨念は残り、うつしおの調和を乱しておるとか。娘の生きるうつしおに禍根を残すわけにはいきませぬ。我が怨念、どうか退治してくれませぬか。実はな、最後にお前と本気でやり合ってみてんだ。どうだ、お前もやってみてえだろ。実はな、ここは主は、まさかこのようなところまであれを持ってきてくれたのか。こちらでは誰もあれを作れんので困っておったのだ。さっさ、早く出されよ。満足じゃ。この土産を持って家族のもとへ帰ろうかの。